おもなが代表メイクアップアーティスト近藤久美子です。今回の動画ではおもなが改善若見せヘアの作り方をご紹介します。まずこちらの写真をご覧ください。イメチェンしてますか？自分でも久々の短めの髪に色もかなり明るくしたので、良い悪いは別として相当印象が変わったのではないかと思っています。今回の動画の内容です。パート1、なぜ私がここ数年黒髪ロングを保ち、なぜ今回イメチェンしたくなったか。パート2、おもなが改善、若見せさせるのにこだわったポイント。パート3、時短で叶う私の若見せスタイリング法。パート4、おもなが改善メイク法、パーソナルカラー別似合う髪色紹介の動画案内です。では早速パート1、なぜ私がここ数年黒髪ロングを保ち、なぜ今回イメチェンしたくなったかを簡単にご紹介します。理由1、メイクアップアーティストとして変身メイクをしている中で、ウィッグなしの地毛で変身できるものが多いので便利だったということです。これらはほんの一部ですが、私がこれまでメイクでセレブの顔真似や変身メイクをした時の写真の数々でして、すべて地毛で行ってこれたものばかりです。黒髪ロングを保った理由の2つ目は、時間をかけたブローがいらず、まとめられるので便利だったということです。基本的に随分長くなってきてからは、ほぼ毎日1本のひっつめポニーテールにしていました。理由3つ目は、パーソナルカラーがブルベ冬なので、コントラストの効いた黒にすることが良しと思っていたということです。この点についてですが、パーソナルカラー別似合う髪色という動画もございますので、そちらも参考にされてください。ではなぜ今回イメチェンしたくなったかというと、おもなが改善したい、若見せしたい、単純に同じスタイルに飽きた、ロングを乾かすのは大変、痛みが激しい、寝てる時に首周りに髪が巻きついて邪魔、脇の下に髪が挟まってくるのも邪魔、という点がありました。今回美容師の妹に田舎の実家で青空カットをお願いしました。痛みすぎじゃないこれ。いいいいいいじゃん。良くなってきたね。うん。形が見えてきたね。うん。ちょっと結構大変なカットだった。そうね。すいません。いえいえ。今回セニングを使った、お姉さんやっぱ髪質もちょっと変わってきましたので、はい、セニング使うと多分めちゃめちゃ広がるからね、カチャカチャって細くしちゃうと、うん。スライシングっていう技術を使い、うん、もうまとまりつつ、うん、よく見えるような感じにしましたので、軽くする方法としては。え、私もさ、髪質がもう細く、ちょっと年で、そうですね、かわいそうになってきたでしょ？ちょっとそうですね。やっぱそうなんだね。年取るとさ。ということで、無事に切ってもらったのがこちらです。パート2、おもなが改善、若見せさせるのにこだわったポイントをご紹介します。いくつかの写真をこれからお見せしますが、らしさというアプリを使ってイメージ参照したものもございます。ポイント1、ミディアムショートにこだわった。ミディアムショートはおもながさんが得意とする長さです。ロングヘアはおもながの長い顔に長い縦のラインを強調してしまうため、余計に顔の長さが長く見えます。私の場合、顔が長いゆえに、顔のパーツがそれぞれ円心型なので、顔が大きく間延びして見え、小顔に見えないという悩みもあります。なので、髪の毛の内側と外側、それぞれのひし形のシルエットをうまく活用した髪型を選び、ボリュームを顔の横にも作り、頭全体が出すラインの横幅を増やすことによって、おもながではないですという錯覚に持っていきました。ショートを希望の方でも、あまり顎を出しすぎない長さの方が顔の長さはごまかせると思います。もしロングヘアを維持したい場合は、パーマをかける、動きのあるカットをしてもらう、耳にかけて顔の横幅を出すなど、ストンと落ちるストレートヘアにならないように工夫すると、顔の縦幅を強調するのを防げるでしょう。おもなが改善若見せポイント2、前髪にこだわった。前髪は縦の顔の面積を縮めてくれるので作りました。あとは前髪と顔周りのレイヤーがあることで、小顔効果を感じられます。私の顔タイプにもよるものですが、可愛らしさよりもクールな感じの方が似合う顔立ちなので、パッツンやシースルーにはせず、大人っぽさを残す前髪を選びました。センターパートの前髪は、縦長が強調されるので注意が必要です。
アシンメトリーで横に流し、動きを出し、前髪が流れる方向を横にすることによっても、おもなが改善につなげられると思います。ミディアムでも前髪を短く作らない場合は、前髪を斜めに流すことで小顔効果が出て、綺麗な卵型に近づけられると思います。前髪を作りたくない場合は、ひし形のシルエットにこだわるといいと思います。おもなが改善若見せポイント3、癖を生かしたカットにしたということです。私はもともとの髪の毛の癖が強めなので、ブローしてもなかなかサラサラストレートにはなれないので、それなら癖を生かして乾かしっぱなしな状態が活かせる感じにしました。顔周りと後ろの髪の表面のみ軽くブローして、スタイリング剤をつければ完成するような跳ねっぱなし、うねりっぱなしが効く髪型にしました。それによってブロー時間も短縮できて楽ちんです。もともとがストレートの方でボリュームが出ない方も、ふんわり緩めのパーマやカールを取り入れると自然なボリューム感も出て、ひし形が出せますし、外跳ねにしてリラクシーな感じにすると頬あたりがすっきりとしてきます。おもなが改善若見せポイント4、生え際交代、薄毛をカバーするスタイルにしたということです。これですね、やはり長年ひっつめポニーテールをしたため、生え際交代や薄毛が本当に目立ってきたので、そこをカバーするために厚めの前髪にしました。若見せに必須な生え際、分け目、こめかみの3点を髪でカバーするスタイルにしました。それにより若見せ効果だけではなく小顔効果も生まれると思いました。おもなが改善若見せポイント5、白髪が目立たない色にしたということですが、黒髪にしていましたら、白髪が出た時に白と黒のコントラストですぐ、目立っておりましたので、それをごまかすために明るくしてみました。私はブルーベースなので、明るい色でも黄色やオレンジが強いと合わないタイプなので、そこはパーソナルカラーを意識してアッシュ系、グレージュ系を選ぶようにしました。もし地毛に近い暗めの髪色を希望でも、ハイライトを細めに入れておくだけで白髪隠しに効果的ですし、ハイライトは根元がボリュームアップしているように見せる効果もありますので、薄毛に困ってる私のようなタイプにはぴったりです。パート3、時短で叶う私の若見せスタイリング法ということで、実際に乾かすところから紹介していきます。はい、洗いたてです。早速溶かしていきます。はい、そして乾かしていきます。なるべく空気をたくさん含ませて、ボリュームが出るように乾かしていきます。特に頭のてっぺんや生え際あたりは、立ち上げながらボリュームを出す感じに乾かしていきます。はい、再度溶かしていきます。その後、後ろ髪の表面と顔周りをブローし、癖が強い部分を伸ばしていきます。分け目は目立たせないようにジグザグにします。前髪を整えます。今回のスタイリング剤は濡れ感が続くというムースタイプのものです。最後にハードスプレーで前髪をセットします。最後のパートでは、おもなが改善メイク法、パーソナルカラー別似合う髪色紹介の動画案内です。今回の動画に関連するおすすめ動画2つです。1、保存版40半ば、おもなが改善小顔若見せメイク。2、パーソナルカラー別似合う髪色という2つがございます。メイク動画では同じコスメを使いながら、塗り方見せ方次第でおもなが改善若見せが叶うテクニックをお伝えしています。かなり変化しますので、ぜひご覧ください。一緒に若見せしようという方、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。